超シン。Just like the haka bit that all blacks do. あ、それはこのマオリの伝統の守護神のお顔をされてるってことだったんだ。へえ。ここは祈りを捧げてきた神聖な場所。ああ、そうなの。すごい力がみなぎる感じありますね。Do you mind if I sing a song of acknowledgement to the Pope? お願いします。デネデネデミヒキャコイトキャオララ Thank you。 こうやってマオリ族の文化を体験できて伝統にも触れることができて感激です。守護神に祈りを捧げた後、マオリ族が昔から食べてきた伝統野菜ウレウレを摘みます。へー、バターと合うんだ。最初にこれ食べようって思った人がすごい、うわ、これうまいやんってなったんでしょうね。食べれるって。The ウリウレ is the sign that fishing is about to start again。へえ、春の兆しですね。ウレウレを摘んだら魚を取りに行きます。うわ、足元が眠ってる。Can you see the fish net over here, Mike? Would you like me to help me pull it in? We'll see if we caught any fish. ネットがあるんだ。ツアーでは昔ながらの刺し網漁の体験もできるんです。この日はマオリの伝統料理5品が並びました。どこから行こうか迷っちゃうけど、やっぱりさっき取ってきた魚から行こうかな。いただきます。美味しいよね、これね。うん、うん。あの変な野菜がどんな味なんですか。ねっぷり、結構あっさりしてるんだけど、旨味がどんどん出てきて美味しい。チャキチャキ美味しい。ちょっと酸っぱくてあっさりしたこのお魚といいアクセントになる。うん、とっても楽しかったです。マオリ族の文化とか伝統体験できてすごく嬉しかったし、お腹だけじゃなくて心も本当に満たされますね。でもなんか観光ばっかりじゃなくて、これ